はい、こんにちは、言葉のファンタジストです。 Hello everyone, how are you today? さてさて、 Welcome to my room、 私の部屋へようこそ。さて、今日の話は恋愛運について語ろうかな。まあ、今ちょっとダーリンいないけれども、まあ有効な手であるっていうことを一つちょっと教えますね。一つはやっぱりね、リアクションを大きくするっていうのはすごい大事なわけですよ。なぜならば男性っていうのは動くものっていうのに興味が湧くわけですね。だからよくさ、なんかあのモテる子ってものすごいジェスチャーとか大きかったりしません？あー嬉しいとか、喜びはすごい体で表現、わーとか嬉しいとか。でそれできませんっていう方には朗報です。揺れるイヤリングをしましょう。この揺れるっていう動きが大事なわけ。動くじゃんこれ、別に自分が意識しなくても。なのでそんなリアクション無理ですっていう方はぜひ揺れるイヤリングをするってことからやってみてはいかがでしょうか。そして次、金運アイテムについて。私金運アップとかいう響きすっごい好きなので割と取り入れてるんですね。でそれでね、昔風水の先生にが中国に鑑定に行くっていうのについでについてったことがあるんですよ、上海かどっかで。でその時にね、その人ところはすごい服のビジネスをしてって、若いご夫婦で、まあ、どんどんこう売り上げを上げていて、より金運を上げたいということで、その部屋の中を鑑定するっていうのについてってもらついてったんですよ。そしたらやっぱさすがにこう運が上昇してるその、ね、あのご夫婦だけあって、すごい褒めポイントがいっぱいあったんですよね。で一つにね、その時のに記憶にあったのは何かっていうと、やっぱその、お金のモチーフっていう意味でね、そのところはね絵が飾ってあったんだけど、貝ですよ、貝のモチーフの絵かなんかだったんですよ。やっぱりそのお金ってもともとどうやって生まれたのか皆さんご存知の通り、最初は貝だったじゃないですか。で貝を交換してその価値っていうものを生まれていたから、まあ、貝っていうのはお金の象徴であるっていうことが刷り込みであるんでしょうね。全て思い込みだから、それがそうであると思えばそうでもないし、あでもやっぱりね思い込みなんだけど、やっぱりそのものにはそのエネルギーってあると思うんだよね。で例えばね、米って、日本のさお米ってものすごい私はエネルギーが高いと思ってるのね。なぜかっていうと、だってさ、ずっと稲作文化として、まあ阿波とか比叡とか育ってるところから江戸時代になってだんだん稲作で米を食べるようになって、でその最初は玄米で食べてたのが、まあだんだんその上流社会の中で白い白米を食べるようになったわけでしょ。まあもちろん脚気とか出ちゃったわけだけれども、それでも白いお米って憧れなわけだったわけですよ。憧れですよ、あの白いご飯が食べれるってことは。そして大事に大事に育ててきたこの稲作米っていうものね。でそれで、そう、あと米一揆とかね、もう米に対して争いもあったぐらいだから、米っていうものは先祖代々意識として米に対する憧れっていうエネルギーが乗ってるんですよ。だから米を食べると、白い白米を食べるとツヤとか憧れっていうエネルギーを身にまとえることができるっていうふうに私は風水の先生に習ったんですね。で思い込みといえば、思い、全ては幻想だから。だけどそうやって考えて食べるとすごいパワーいただけません？あの米 の, あの私ね、一人暮らしでも火で、しかも火でお米ご飯炊いてたんですよ。まあそのご飯もね、一人暮らしでも1合からお米って簡単に炊けるので、それに関してあの記事をね載せていきま、あのリンク貼っときますのでぜひ見てほしいんですけれど、だから貝だってそうなのよ。やっぱり昔貝を使っていたという、そういう歴史があるから、やっぱり貝のモチーフっていうのはそのお金とかのエネルギーがあるから、ぜひもしなんかやることがわからないっていうなら、なんか可愛い貝のものっていうのをやるといいと思います。今ちょっとメールが来てピンピン言っててごめんなさいね。次、もう一個可愛いアイテム、鼻を上げた像。これね、鼻を上げた像って、ちょっとうるさいね、音を下げよう。そう、鼻を上げてる像っていうのは権威の象徴だったっけな。鼻上げてるやつってこれも金運アップなんですって。これ私バリでね、あの探して買ってきたんだけど、そう、パーン。なのでこういうアイテムを置く。そうするとさ、見てるとさ、見てるだけでどう、なんかあのこれうんぬんっていうことで言えば、なんかさ、おおってなんか金運アップって感じ。そういう気分になれるんだ、あなたがもしそういう気分になれるんだとしたら、ぜひ象のこの鼻を上げたアイテムっていうのをなんかモチーフとして、私はこれね出窓に今飾ってるんですけれども、っていうのはどうでしょうか。
そうやってさ、なんかやっぱり歴史の中でずっと培ってきた音というか念というか意識っていうの塊があるから、そういうのを上手に、まあ、ダウンロードして生かすっていう方法ですね。なので今日のおすすめは、恋愛をあげたいならなんかリアクションができない人は揺れるイヤリングがおすすめ。動くものに、ほら男の人って車とか好きでしょ、やっぱ動くものに目が行くんですよ。だから動くものをつけよう、もしリアクションができないんだったら。で、次になんかもし貝のモチーフを飾ろう。これ貝だけどリアルな、これね江ノ島で買った、多分ねなんか500円くらいとか800円くらいとかすごい安かった気がする。これ江ノ島で買ったよ、江ノ島の参道で。ぜひこれバリだけどっていう風に、一個一個楽しいアイテムで気分を瞬間瞬間見るたびにルンルンするようなものを使ってみてください。それでは拾えるものがあったらいいねしてね。アディオス。